変強に深いお話だったかと思います、えー、続きましてですね、えー、柳本光一様、えー、佐藤匠様のお二人で、えー、講演をいただきます、えー、お二人はですね楽天グループ株式会社、えー、エコシステムサービスデパートメントというところで、えー、ソフトエンジニアをされているお二人ですね えまず柳本様はですね、まあ、現在、えー、グループ横断的なシステム群のご担当として、えー、SRE 活動に従事されていらっしゃるということです、えー、佐藤様はですね、えー、機械学習を利用したプロジェクトで、えー、過去に楽天賞を受賞された経歴をお持ちで、えー、ご自身のチームのボルトの導入に、えー、携われたとで現在はセキュアなシステムを構築するために日々構想中ということですので えー、興味深いお話聞けるかと思いますではま、えー、もなくセッションを始めたいと思います はい。おおおでは、始めてよろしいでしょうかね。はい。では、えっと、楽天グループ株式会社よりですね、えっと、柳本と佐藤からえっと発表します。で、えっと、本日のタイトルはですね、えっと、How easy was the r a k i g Group software engineering team to solve the problem? ということで、えっと、 そう私たちはです、ねえっと、インフラエンジニアではなくてです、ねえっと、アプリケーションを開発している、えっと、一ソフトウェアエンジニアでして、えっと、そういうグループに属しているエンジニアが、えっと、どういうふうに、えっと、ハシコープ製品のプロダクトを使って、えっと、問題解決していったかという話を、えっと、今日したいなと思います。 はい、では、まず簡単に自己紹介からしようかなと思います。えっと、まず、佐藤君お願いします。はい。私、佐藤匠と申します。2020年に新卒で入社いたしまして、今年2年目になります。ソフトエンジニアをやっております。趣味はですね、サウナとドライブでして、昨日ももサウナに行って、今日のために整えてまいりました。はい、では、柳本さん、お願いします。はい。えっと、 先ほど、えっと、紹介いただきました柳本と申します。えっと、僕も一応新卒で2009年入社したんですけども、新卒とかいう年ではなくなってしまったので省きました。で、えっと、僕もソフトウェアエンジニア,ジニアしててですね、えっと、あとはあの今佐藤も一緒に働いてるんですけど、そこの、えっと、マネージャーとかもやったりしてます。で、えっと、そうですね、趣味は、えっと、散歩、最近子供と一緒に散歩を過、えっと、ごいしたりとか。 あと、キーボードを作ったりとか、そういうことがえっと趣味になります、はい。もし何かある方がいたら、コメントとかいただけたらいいかなと思います。はい、では、私たちのグループ、一緒にえっと佐藤と所属しているグループの紹介をまずしないと、どういうことが課題なのかという説明ができないので、えっと、まずそういう話をしたいと思います。 で、えっと、グループの名前はですね、サービスオペレーションズ改善グループというグループでしてですね、えっと、約10個ほどサービスを開発運用していますで。で、その10個ほどのサービスが何なのかっていうとですね、えっと、私たち、えっと、所属している会社、楽天グループの、えっと、サービス70ぐらい今あるんですけど、その、えっと、それぞれのサービスがですね、私たちのサービスを、えっと、まあ、 最近の言葉で言うとマイクロサービス的な感じでどんどん使ってる。オーダーグループ横断的に使われているようなサービスがあります。なまあ、触,ら触ってたり、使ってもらったりしている方いると思うんですけど、く時で、えっと、引いたらポイント当たりますよ、消費,費当たりますよみたいなのとか、あとは、えっと、エントリーしてもらったら、えっと、ポイントが何倍になりますよみたいな。まあ、バナー、ここ出てるやつですね。 あとは、えっと、この商品進めますとか、このキャンペーン進めますみたいな感じで、えっと SN、SNS やえ特定の,あのブログとか、そういうところに共有する機能であったりとか、まあ、一例ですね、みたいなのがあります。で、このサービスたちってすごく歴史が古いです。で、10年選手とか普通にいてですね、えっと、古いアーキテクチャのまま、えっと、やってきて、今新しいものにどん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 作り変えていくみたいなことをやってたりします。 でえっと、そういうことをいろいろやっている、えっと、アクティビティをいろいろ共有しているので、もしよければ、なんかこういう、えっと、リンクあるので、えっと、見てみてもらうといいかなと思います。でえっと、あとはです、ねえっと、私たちのミッションがです、ね、やっぱり古いアーキテクチャだったり、古い、えっと、コードのものをどんどん,どん,どん改良していってです、ね、より、えっと、いい感じのアプリケーション。 まあ、いい感じって言ってるのが、えっと、オペレーションゼロって僕たち呼んでるんですけど、オペレーションをできるだけ少なくするようなものに、どん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 、えっと、変えていくっていうふうなことですね、をやってたりします。はい、なので、本日のテーマはですね、えっと、いかにオペレーションを少なく課題を解決していくか、そういうふうな話を、えっと、していけたらいいかなと思います。 はいおっと、はい、ちょっとスライドが古いけど、まあいいや。はいでですね <laughs> 私たちですね2つほど問題解決を、えっと今日紹介しようかなと思います。で一、えっと、つがですね、えっと、VM、まあ、要はイヤースですよね。イヤースのもの、まあ、紹介したように古いサービスをずっと引き継いできたりしているので、いまだに、えっと、Kubernetes とかそのコンテナ。 技術じゃなくてて VM でえっと運用しているもものとかもありますただですね VM ってその設定値とかが見えづらいんですよね。U リミットがいくつになってたとかなんかあれここってこうなんだろう、えっと、制限こ,こ,こんな小さい数字になってたのみたいないうのがあってですねなんかトラブルをそれでインシデントを引き起こしてしまったみたいなことが過去にありましてでこれを見える化しましょうというふうな。 えっと問題解決ですねそれからもう一つがですね、えっと、どうやったらデータを、えっと、セキュアな感じでえっと引き渡したりとか参照できるかなみたいないうふうな話です、まあ多分2つ目の話はもうすぐ、ああ、あの話かみたいな感じになると思うんですけど、はい、その2つの話をえっと今日紹介しようかなと思います。きでで、ねえっと、ょう、えっと、登場するのはです、ね、コンサルト、あとボルトとあとクバネテスの話になります。 でえっと、初めは、えっと、私の方からコンサルとクーバネテスを活用してどういうふうな、えっと、問題解決をしたかという話をし,したいと思います。私たちがです、ねえっと、解決した問題はです、ねえっと、先ほど言ったように VM のコンフィグ、VM の中でどういう設定値になっているかというのを、えっと、見える化したという話ですね。で 初め、えっとまあ、いろいろ考えたんですけど、えっと、コンサルを利用しようっていうふうになったのが、えっとですね、まず,まず、えっとおうん、コンサルリストで、えっと、VM たちを1つの,その輪っかの中に入れることができて、シームレスにいろいろ管理することができるっていうのが1つのポイントだったんですけど、もう1つがですね、えっと、VM の中で、その OHI プラグインを、えっと、自分たちで作ってです、ね、それをかませて、えっと、コンサルに投げるみたいなことができるなっていうふうに考えて。 えっと、OHI プラグインの中で、えっと、その OS であったりとか、あとは入ってる、インストールされてる、えっと、言語のバージョンであったりとか、エンジン X とかパッチのバージョンであったりとか、私たち結構 Ruby のものを使ってる、Ruby の、えっと、アプリケーション多いんですけど、パッセンジャーのコンフィギュレーションどうなってるかとか、あとは、えっと、ULimit がそれぞれ、えっとまあ、VM のもの、そうなんですけど、えっと、それぞれのプロセスがどうなってるかみたいなのを監視してみようっていう風なので、えっと、始めてみました。 で、えっと、ここも結構完成形のこう構図になってるんですけど、はじめここ、HA プロキシがない状態でえっとインストールしてました。で、えっと、VM コン、その VM から、えっと、コンサルに直接、えっと、Kubernetes の中にヘルム経由でインストールしたものをえっと入れてですね、やってたりしたんですけど、一つ問題が起きちゃったんですね。で、何が問題が起きてしまったかっていうと、まあ、 ヘルムでインストールしたえっとコンサルサーバーっていうのがステートフルセットで入っちゃう。で、ステートフルセットで入ってるってことは、IP が基本的にまあ今固定されてない状態でヘルムでインストールされますと。でそうすると、Kubernetes のえっとバージョン上げたりしたタイミングでノードが切り替わりますと。ノードが切り替わったタイミングで IP が変わっちゃいます。で、そうすると私たちがえっと持ってる VM からえっと見えなくなってしまうみたいなえっと状況が生まれちゃいました。なので、えっと、そう。 h a キシをえっをコンサルの手前に立ててですね、h a プロキシ経由で、えっと、この VM や、えっと、その参照するアプリケーション、まあ、私たち v m コンフィグリストって呼んでるんですけど、えっと、その v m コンフィグリストからその h a プロキシ経由で、えっと、コンサルの KVS に登録されている情報を取りに行く、登録するっていうふうな,ふうな工夫をしてみました。でそうですね ちなみにです、ねえっと、これが、えっと、VM コンフィグリストの、えっとまあ、サンプルなんですけど、まあ、バーって、これ、画面に入りきれなかったんですけど、もっともっといっぱい VM が左に並んでて、で右側にそれぞれの情報が出てくるみたいな感じですね。でこれ自体はです、ね、ポットの中に Rails と,とあとはフロントを v u e j s で、えっと、作ったようなアプリケーションになります。で、えっと、ここで参照して、なんかこう、想定外の、えっと、数字になってたりしないかとか、そういうふうなのを、えっと、確認したりしています。まあ、基本的にですね、えっとまあ、ウィザード・ハード・オペレーションって言ってたけど、まあ、基本的にもうほぼ HA プロキシ経由でやったタイミングで何もオペレーションしてないかなどうだろう、佐藤君。そうですね、もうほぼ何も触らずに運用できている状態かなと思いますね。 そうですねなので、まあ、それぞれなんかバージョンアップするタイミングとか、そういうことでは触ると思うんですけど、基本的には何も触ってないみたいな感じで、えっと、運用ができてます。はい、一応、コンサルの活用法に関しては、えっと、一と通り紹介できたかなと思います。では次に行ってみましょうか。じゃあ、ボルトとクーバネテスの話を、佐藤んお願いします。はいでは、私の方から、えー、ボルトについてお話しさせていただきます。 まず最初にですね、ボルトのおさらいの方からしていこうと思います。ボルト、主に3つ機能ありまして、1つ目がシークレットの管理ですね。こちら API の、ボルトの API の方にシークレットを保存して、その API を叩いてシークレットを取得していくというような使い方になります。2つ目がデータの暗号化、複合化ということで、 こちらの暗号化複合化ロジックを v o l t の API として切り出すことで常に高品質な暗号化ロジックを実現することができるというメリットがあります3つ目として認証認可情報を一括管理できるという機能がありまして主な使い方としましてはマルチクラウドといった複数のアカウントを管理しなければいけない場面で v o l t が一括管理してくれるというような使い方があります で私たちのチームでは、えー、ボルトをシークレットの管理をする機能を使っております。で最初の方はですね、柳本の方に、えー、システムの、えー、環境構築などを、ね、やっていただいていたので、まあ、そちらの方について、えー、柳本の方から、えー、説明いただこうかなと思います。はいではですね、これ構築したの自分なので、僕の方から、えー、と説明します。でえっ、ー、とまあ これも同様にですね、Kubernetes 上にですね、ボルトの、えっと、アプリケーション、ボルトサーバーが載、えっと、っている状態になります。で、ボルト自体も、えっと、まあ、ほとんど運用したくないなっていう気持ちがありまして、 でえっとまあ、普通だったらコンサルをその HA 構成にして後ろでえっと動かすみたいなのが結構標準なのかなとは思うんですけれども、えっと、そのコンサル自体の運用も極力減らしたい、そういう気持ちがあって、ですね、えっと、ここのクラウドストレージに関して言うと、えっと、Azure のストレージを後ろでかませて、えっと、運用しています、はいで。あとはロードバランサー、えっと紐付けて、えっと、アクセスしてる。 登録などもしている感じになりますね。で、えっと、そうですね、これに関しても、えっと、ヘルムでインストールしました。で、あとは、えっと、登録に関して言うと、えっと、API 経由でもやってるんですけれども、えっと、そこで、えっと、ヘルムでインストールした GUI の方もあるので、そこで登録したりもしています。はい。で、えっと、インストールしたタイミングでですね、私たちのグループで、その Kubernetes の CRD、 の開発をえっとすることになってですね、で、佐藤がえっと主体的にそこの CRD の開発をしたので、そこからえっとボルトの運用をうまい具合にちょっとあのカスタマイズしていってくれっていうふうなので、お願いして、次からあのどん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 どういうふうに改善し,たしていったかっていう話がえっとしてもらえるかなと思うので、続きをお願いします。 はい、では、私の方からですね。まずは、ボルトのクライアントの部分ですね、ボルトエージェントと呼,呼ばれているんですけれども、そちらについてお話しさせていただきます。私たちのチームでは、主に q m イティスで稼働しているアプリケーション,ン,ションに対して、ボルトを使用しております。でどのようにシークレットを取得するかというフローについてなんですけれども、アプリケーションのコンテナが、あポットがです、ね、起動する際に、ボルトエージェント というコンテナがインジェクトされます。でそして Volt エージェントが Volt の API からシークレットを取得してファイルシス、POT のファイルシステム経由でアプリケーションのコンテナに共有されるというような形でシークレットを取得しております。このようにですね、アプリケーションのコンテナと Volt エージェントのコンテナ、別に 別々で稼働することで、アプリケーションのコンテナに特にコード開始などを加えずにシークレットを取得することがメリットとしてあります。こちらの v エ l t a g e n t 自動的にインジェクトされるんですけれども、そちらの方を管理している v o l t a g e n t インジェクターのポットが別にいまして、このポットがですねアプリケーションのコンテナの起動を検知して、VoltAgent をインジェクトしてくれるというようなコース 構成になっておりますで実際、この、えー、オートインジェクションの部分ですね、こちら、どのような設定を行っているかというと、えー、基本的には、えー、アプリケーションのポットの,この、えー、マニフェストに、えー、アネテーションを追加するだけとなっております。 追加するアノテーションとしては、こちらの3つかなというところなんですけれども、1つ目が、エージェントインジェクトというと,いうところで、2つ目がですね、ロールを指定します。こちら、シークレットを取得する際のロールをこちらで指定いたします。3つ目がですね、エンジェントインジェクトシークレットというアノテーションになってくるんですけれども、こちらはですね、サフィックスにシークレットを保存するファイル名を記入することで、 そのファイルにシークレットが取得されるあ保存されるというようなアノテーションになっております。で実際、ですね、えー、そのファイルの中身を見てみると、このような形で、えー、シークレットが保存されていることが分かります。では、実際このようなシステム構成で運用していたんですけれども、えーまあ、実際2点ほどもう少し改善できる点があるなというところで、 改善を行いました。なので、今回はその話をさせていただこうかなと思います。で一つ目の課題としましては、現在、サイドカーとしてボルトエージェントをインジェクトして、ボルトエージェントがシークレットを取得してくるというような構成になっているんですけれども、そうするとです、ね、ボルトエージェント分のコンテナのリソースが追加でかかってしまうという問題がありました。で そのボルトエージェントの稼働運用するのに、デフォルトで CPU が2 5 0リでメモリも6 4ミリぐらいかかってしまっていました。で2つ目の課題としましては、ボルトサーバーが再起動するとシール状態になってしまって、シークレットが取得できない状態になってしまいます。でそ,そういった状態になったときには、アンシール操作。 というものを手動で行う必要があったんですけれども、まあ、こちらを自動化いたしたという話になっております。で特にこの v o l t のサーバーが再起動するとシール状態になってしまう問題については、えー、Kubernetes のバージョンアップの際に特に問題になっておりまして、えーまあ、バージョンアップする際、新しいバージョンのノードにこのポットを移行するんですけれども、その際にどうしても再起動されて、まあ、シール状態になって、 まあ、手動で安心操作を行っていたというような手間がかかっておりました。では、一つ目の改善点について深掘っていこうと思います。一つ目が、ボルトエージェントのリソース削減の部分ですね。でこちら、最初に、どういった仕組みでボルトエージェントがインジェクトされているかという部分について、ちょっと深掘っていこうかなと思います。まずですね、ボルトエージェントというものは、 ものは、えー、イニットコンテナとしてまず最初にインジェクトされます。でこちらのイニットコンテナとしてインジェクトされた v o l t ージェントは、えーまあ、Volt のサーバーからシークエットを取得して、えー、POT のファイルシステムにシークエットを保存いたします。でその後、v o l t ージェントのコンテナは一旦削除されますで。次のフェーズとして、えー、再度アプリケーションのコンテナが起動する際に v o l t ージェントが、えー 2回,目ですね、2回目に2回目のインジェクトがされますで。こちらの2回目のフェーズでインジェクトされた Volt エージェントにつきましては、シークレットを動的に管理するために使用されます。なので,です、ね、例えばシークレット環境変数で使用しても、シークレットが変わ,らない変わらないといったような形で、 ような場合ですね。動的にシークレット扱わない場合は、あニットコンテナのみ、ボルトエージェントをインジェクトすれば十分だよねというところが、今回の改善点というのがあります。こうすることで、サイドカーとしてボルトエージェントを常にインジェクトする必要がないので、リソースを削減することができます。で実際行ったこととしましては、アノテーションを一つ追加しただけになります。で実際、このエージェントプレポピュレートオンリーという というアノテーションを追加することでイニットトコンンテナのみインジェクトされるようになりますこちらの例ではですね、取得したシークレットを環境変数として使用する例を載せているんですけれども、こちらですね、取得したシークレットをエクスポート文の形式でファイルに保存して、アプリケーションのコンテナを起動する前にソース文でそのエクスポート文を呼び出して、環境変数として設定して、実際にアプリケーション を起動するというようなものになっておりますで。2つ目ですね、アンシール操作を自動化しましたという話になります。でまず最初に、まあ、ボルトで使用される鍵についてちょっと説明させていただきたいなと思います。ボルトにはですね3つの鍵が登場いたしますで。1つ目がエンクリプトキーというもので、こちらの鍵は ボルトで管理されているシークレットを暗号化されるするために使用する鍵となっておりますで。2つ目がマスターキーと呼ばれるもので、こちらはエンクリプトキーをさらに暗号化する鍵となっております。でさらにそのマスターキーを暗号化する鍵として、シェアドキーというものがありますで。こちらの鍵はですね、ボルト内部と外部で分かれておりまして、 スターキーとエンクリプトキーに関しては、ボルト内部で使用される鍵。シェアドキーについては、ボルトの外部で管理する必要がある鍵となっております。なので、このシェアドキーについては、運用者が管理していく必要があるというようなことになります。でこちらのシェアドキーにつきましては、シャミアの秘密分散法。 というもので、まあ、さらに、えーまあ、安全性を担保しておりまして、これどう、具体的にどういうものかっていうと、えー、とシェアドキーをです、ねえーまあ、いくつかの鍵にさらに分けますと。で、このシェアドキーを復元するためには、その分けた鍵のうち、いくつ分のいくつを、えーまあ、入力することで、このシェアドキーを復元することができるというような、えー、管理方法となっております。 で,では、ボルトオートアンシーンの場合はどうなるかという話なんですけれども、えー、基本的には今までシェアドキーでマスターキーの安全性をえ管理、担保してで、そのシェアドキーは運用者が、えー、担保管理するというような、えー、ことだったんですけれども、ボルトオートアンシーンの場合は、そのシェアドキーの管理、あマスターキーの安全性を、えー、信頼できるシステムが担うということで、えー、クラウド まあ信用できるシステム。まあ、今回、私たちは Azure のキーボルトを使ってるんですけれども、まあ、そちらの方に、えー、こちらの鍵の鍵を任せるというようなことで、ボルトのオートアンシールを実現いたしました。で実際、えー、こちらの設定はですね、えー、Kubernetes のシークレットリソースとして、えー、Azure のキーボルトと、えーまあ、通信する際に必要なコンフィギュレーションを、えー、記入して、 で、その後ですね、えー、アンシール操作を、えー、オートアンシールの方にマイグレートしていくようなコ,メンドをコマンドを実施することで、えー、オートアンシール実現することができます。はい、まとめですね。まずは柳本の方から、まあ、簡単にまとめの方、お願いしようかなと思います。はい。そう、えっと、オートアンシールをする前はですね、なんか、 クーバネテスの中の,そのボルトのレプリカを変更して、増やして、アンシールのものを増やしておいて、クラスター移動したらアンシールしなきゃいけないやつが出てくるので、みたいな手運用がやってたんですけど、これを今説明したのをやったらすごく楽になりました。はい、という感じで、ですねエンジニアがですねソフトウェアエンジニアって言った方がいいのかな、ソフトウェアエンジニアが、ね、ほとんど手をかけずに今、運用できている状態です。 で、えっと、まあ、何を使っているかって言ったら、まあ、クーバネテス上で基本的には、えっと、今、僕たちはコンサルトボルトを運用してますよという話と、あとは、まあ、必要なものに応じては、えっと、なんか、前段に何か置く、h a プロキシを僕たちは選択しましたけど、えっと、そういうものを組み合わせながら、えっと、クーバネテス上で動かしたりしてますと。あとは、まあ、インストールは、まあ、自分たちで書いてもいいとは思うんですけど、まあ、提供されているものがあるので、まあ、ヘルムで、えっと、 僕たちは、えっと、インストールとかしていますというふうふな紹介ですねはいではボルトのまとめにつきましては、えー、ボルトエージェントをイニットコンテナのみインジェクトすることで、えー、不要なリソースを削減することに成功しましたあとは、えー、ボルト用とアンシルによって、えー、アンシルで今まで手動で行っていた操作を、えーま、自動でじ行うことで、ま、ほぼボルトを 自体も、えー、何かエンジニアが何か手をかけて運用するっていうことが、えー、ほぼゼロに近い状態になっております。はい。まあ、本当に手をかけずに、えっと、いろんなことができるようになったのでありがたいなというふうに思っております。はい。そんなところかな。はい。あとは、まあ、いろいろ僕たちもこういう活動をして、えっと、オペレーションゼロに、えっと、近づけられるように。えっと いろいろ試行錯誤しているのでもし興味が私たちのチームに、えっと、あるようでしたらぜひここら辺のリンクから、えっと、応募してもらえたら嬉しいなというふうに思っておりますはい、僕たちから発表は以上になりますご清聴ありがとうございましたありがとうございました えー、柳本様、えー、佐藤様お二方どうもありがとうございます、えー、実際にハッシュコープ製品をユーザー様として活用いただい